はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日は焼き芋を作ります。ちょっとチームの活動の合間で時間ができたわけじゃないんですけど、前から焼き芋やるやろうってやってないんで焼き芋やります。これです。何だっけ、茨城県産シルクスイート。ちょっとね、しっとり系のやつね。でこれから、洗おうやって言ったけど、バケツで洗おうって言ったらバケツのが汚かった。まずバケツを洗わなあかんかったってオチで、バケツまあとりあえず綺麗だ。じゃあこれちょっと洗ってください。もうそのカメラこだれますよ。たわしで、はい、車洗ったやつですけど、車と一緒です。はい、十分綺麗だと思います。はい、ゴミもらってみましょうか。はい、ビニールもらってきます。はい、もう一回行く？綺麗好き。これです。はい。ええ感じやん。ね、なんか、美味しくなりそうな気がしてきました。久しぶりなんでうまく焼けるかどうかわかりませんが、はい、じゃあこれから、車の拭き上げに使うとか整備に使うペーパータオルでくるんで、アルミ箔で、巻いて焚き火に放り込みますという流れですね。はい、はい、じゃあこれからこれペーパーで巻いて水にしまして、でその上からもう一枚巻こうか。もう一枚巻こうか。ゲコマ、そのひと手間が味の差になるかどうかは。でこれで、ちょうど巻くのにええサイズやったな。さっき近所のスーパーで買ってきました。考えたらこの間前昔整備した時にアルミ箔なんかどっか反応にアルミ箔あ持ってこんでもあったわここに。そうですね、でそれ水につけて、あでアルミ箔これ、はい、アルミ箔ちょっとそこで持ってみましょうか。はい、あれ持ってきます。じゃあ水、はい、ちょっと、はい、でこのまま、はいよよ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、あ、端っこ消えてる、消えてる、こう、端っこ消えとんの、もう全部使う気でもええで、もう出しちゃってもいいよ。あくる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 、ま、要はあるやつやな。まだ消えた。どうかな。端っこ。来ました。ああ来ました。
はい。はい、はい、よし、じゃあ掘り込み行きましょうか。はい、完全に消えてあちょっといいじゃないですか。おちょっと一遍起こす、ほんま大きいんだって言わないけど、もうくるんでるし、もうこのまま行くや。そうしましょうか。うん、これであのあれあるよ、これ置いちゃいます。はい、もうちょっと埋めよう。うん、早く言いたいし、下の方に大きいおると思うんやけどな。ていうかまあ上からもう一回、うん、はい、ですね、おなんかおあのほったらかしにしとったら大きいになっちゃってたんですけど、ちょっと青いで火復活させました。直火でやってるんですけど、もちろんあの仕打ちなんで、ガチャガチャ割れることは、ありません。まあチームの活動でやるときは直火 OK っていう形で、やってるんで、最近ね直火大体どこでも NG になったみたいですけどね、昭和の時代からガンガンキャンプしてた人間とって、あそうなのみたいなね、知らん間に変わってたみたいな感じですが、まああのもちろん、そういう場所へ行けば、焚き火台、焚き火台って、なんか昔鉄板焼き使ってた鉄板を石の上に置いて焚き火台って呼んでるだけなんですけど、直火は、ここだけで、やってます。でもね、なんかあの焼き芋ね、あの大きいでやる方が美味しいっていう人もいるんですけど、もうめんどくさいんで、あの買える時間もあるんで、ああいう感じで、新聞紙でね、くるんで水しまして、アルミ箔っていうパターンでやるか、今日新聞紙持ってきてないんで、整備で使うペーパータオルでやりましたけど、あんな感じで巻いてやるのが、強火でやっても焦げが少なくて、この後また転がすんですけど、強火でやっても焦げが少ないんで、僕らは結構そうやってやっちゃいます。なんせね、流行りのキャンパーではないので、野営キャンプじゃない、野営なんでね、僕らのおおむねそれを楽しむとかっていうのとはちょっと違うのかもしれませんが、お腹減ってきました。はい、とりあえずこんな感じで、焼き芋、制作中って感じです。紙だいぶ足したのもある。ああ。火は眺めてると時間経つな。塗料で、はい、出来上がりました。中までできてるかどうか、じゃあ一筆割ってみましょうか。はい、割ってみます。熱っ熱いって熱いよこれ。あー落とした。3秒ルール、30秒ぐらいだったけど、もう焼けてると思う。焼けてるやん。ええ感じですね。じゃあ、落とした方からフーフーして、はい、ちょっと一口、うん、これ持ったら、いただきます。熱いよ。焼けどすんだよ、焼けど、はいはい、どう。うん、結構なんか結構ちゃんと焼けてますけど、あんまりもう良くなかった。
何やろ、甘みが足らん、甘みが足らん、あー、じゃあそれはまあ芋の、まあ、しょうがない、芋のせいか。うん、おいしいよ。焼き加減はなんか良さげな、あのねっちょり感もあるし、うん、まあまあ、出すタイミングもまあまあ、これ以上やってるとあの紙がな、紙が燃えんねんな。うん、ちょうどええ感じで引き上げたね。いけました。うん、あの一部アルミ箔が一重やったとこだけがちょっと焦げが出ましたけど、うん、他はとりあえずは、はい、うん、という感じで私の分もこっちできてます。じゃあ、食べて帰りましょうか。はい、はい、以上でした。はい、焼き芋でした。俺の分です。おいしい、おいしいやん。味わからへんけどな。いや、ちゃんと芯まで火は入ってます。火、うん、はい、通ってるし、あのこれね、こうもうええ加減ちょっと焦げてるけど、この辺の影角っこだけはな、どっちもそうですね、うん、焦げるんやけど、まあほっとくとこれ真っ黒になるんやけど、ええ感じで紙が乾いてきてちょっと焦げ出したぐらいで、あとはね芯まできちっと通ってるし。熱い。うん、はい、どうです、はい、うん。